はい、皆さんこんにちは、画面の方です。はい、今回ですね、こちらです。黙々のレンさんを紹介。はい、とですね、まあ、今回皆さんに紹介する作家さんなんですけど、はい、黙々のレンさんになります。はい、まあ、こんな感じのロゴで活動されている方なんですけど、まあ、今現在2023年の9月現在、はい、主に黙軸ペンの方を作成されている作家さんになります。ですね、まあ、以前ですけどね、SNS の方で、まあ、偶然自分知り合いまして、まあ、そこで話が盛り上がりまして、なんとですね、シャーペンとあとは万年筆のプロトタイプの方をご提供いただきました。ありがとうございます。でしばらくね、まあ、使ってみると、これがですね、まあ、非常にいいんですよね。はい、なので、まあ、非常に注目の作家さんになるかなと思います。もう間もなくですね、まあ、大きいイベントの方とかも開催されるんで、まあ、ぜひですね、今回の動画を見て、あ、いいなって思われた方は、まあ、そちらの方行ってみてもいいですし、あとはですね、まあ、ちょっと遠方の方でそれ行けないよという方もご安心ください。今現在ウェブの方、ベースの方で販売とかもされてるんで、はい、まあ、同じくですね、まあ、いいなって思われた方はですね、まあ、購入方されてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、どうですね、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、今回の動画もぜひ皆さん最後まで楽しくご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、とですね、まあ、今回ですね、まあ、動画なんですけど、まあ、いつもはですね、動画撮ってからサムネができるっていうようなパターンが、まあ、非常に多いんですけど、今回ちょっと珍しくですね、先にサムネの方ができたんで、まあ、そちらを出して、まあ、スタートしていきたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、まあ、今回こんな感じのサムネになりました。はい、黙々のレンさん、まあ、こんな感じの字を書きます。はい、まあ、英語で書くと、まあ、こんな感じかな。ですね、まあ、SNS で、まあ、今現在注目の作家さんになります。であとはですね、自分が、まあ、SNS で、まあ、偶然知り合った、まあ、話題の注目作家さんでもあるんで、まあ、2つの意味をかけて、まあ、こんな感じの サムネにしてみました。はい、で、まあ、今回ですね、まあ、自分ご提供いただいた、まあ、プロトタイプのペンがこの真ん中に写っている、まあ、この3本になります。まあ、1本が、まあ、シャープペンシル、あとはこの手前に写っている2本が、まあ、万年筆になります。まあ、万年筆ちょっと先端が取った方がいいかなと思ったんで、まあ、キャップを取った感じで、まあ、1本してるような感じなんですけど、まあ、この3本、はい、ご提供いただきました。ありがとうございます。で、まあ、どれもですね、まあ、木のペンなんですけど、木のペンといえばですね、はい、まあ、木のぬくもりとか、まあ、よく言ったりするんですけど、まあ、個人的にですね、まあ、そのぬくもり以上にですね、はい、この黙々のレンさん の非常にですね、情熱を、まあ、感じたりもしたんで、はい、まあ、ここのところ情熱のぬくもり、魂をちょっと揺すぶられたでも魂というふうに、はい、まあ、こんな感じの、サムネにしたような感じになってます。はい、で、まあ、ここでですね、まあ、ちょっと2点注意の方をしたいなと思います。まずは1点目なんですけど、まあ、先ほども言ったんですけどね、はい、まあ、今回皆さんに紹介するやつはプロトタイプのペンになります。まあ、今現在発売されているペンとはちょっと仕様が異なる、はい、まあ、そこに至るまでの、はい、今メインで売られているやつに至るまでのですね、はい、ペンになるよということが、まあ、ちょっと注意点になります。なので、まあ、今回は、まあ、さらっとですね、まあ、商品の方を紹介したいなと思うんですけど、まあ、その特徴をうまくですね、まあ、遺伝子引き継いでるような、まあ、そんな感じになってるかなと思うんで、まあ、今回のやつでですね、まあ、結構特徴は抑えられるかなと思います。はい、であとはですね、まあ、2点目なんですけど、特にですね、まあ、この3本のうち一番手前に写ってるやつなんですけど、はい、まあ、後でですね、まあ、これらをですね、樹種が何かというのを、まあ、これも答え合わせしたいなと思います。まあ、自分の動画とかですね、まあ、ご覧の方、まあ、結構キノコと詳しい方が多かったりもするんで、まあ、3つともちょっともしかすると当てられるかもしれないですけど、今回ちょっと難しい感じになってますね。まあ、一番手前のやつがまだわかるかなという感じなんですけど、この一番手前のやつなんですがね、まあ、これ注意点なんですけど、ちょっとですね、よく見るとですね、まあ、この後ろのエフェクトでちょっとこれ雷をこういう風にエフェクトみたいにしたんですけど、ちょっとこの雷みたいな感じのちょっとヒビがですね、まあ、実は入ってるやつなんですよね。はい、まあ、実はですね、制作途中でこれ割れちゃったやつで、まあ、そういうやつはまあ本来B 級品として、はい、まあ、プレゼントとか、あとはまあお安くなったりとか、あとはもうそもそも売らないとか、まあ、そんな感じでまあされてるやつを、まあ、今回特別にご提供いただいたよってこと、まあ、そこは留意していただけると嬉しいなと思います。まあ、通常のやつはまあこんな感じでひびは入ってなかったりもするんで、はい、まあ、その辺はご安心いただけると嬉しいかなと思います。ただですね、まあ、このね、つなぎ方が非常にね、うまいんですよね。なんで非常にまあね、腕もいいかなとも思いますし、逆にこのね、つなぎ方っていうのが個人的にちょっと特徴的かなって思ったりもしたんですよね。はい、まあ、なんでね、まあ、その辺とかでもね、かなり個人的には衝撃でしたし、まあ、ちょっとね、心揺すぐられたりもしたんで、まあ、こんな感じのエフェクトも入れてみたりとかですね。はい、まあ、あとはまあこんな感じの字を書いてみたりとか、まあ、そんな感じの感じになったよというような、まあ、そんな感じになってます。
はい、ということでね、じゃあちょっとね、まあ、初めの余談もさておきですね、まあ、その2つの点を、まあ、留意していただいた上で、はい、まあ、今回のね、まあ、話入っていきたいなと思います。まあ、今回ね、ご提供いただいたペン、はい、こちらになります。じゃーん。はい、まあ、これらのペンなんですよね。はい、まあ、上のやつが、はい、まあ、これがシャーペンになります。で、この下のやつがですね、まあ、万年筆、まあ、先ほど映ってた、まあ、これらが、まあ、3本のやつになってます。はい、いかがですかね。なかなか特徴的で面白い形してますよね。はい、まあ、個人的にまあ最大の特徴っていうのが、はい、このくびれになるかなと思います。局所的にボコンと膨らんでてですね、このくびれがね、なんかちょっと美しいですし、これが持った時にですね、まあ、非常にね、いい感じで個人的にフィットした感じになります。はい、ということでね、じゃあまずはですね、まあ、このシャーペンからまあ紹介の方していきたいなと思います。はい、まあ、こんな感じになってます。まあ、実際こういう風にまあ使う時に、まあ、ここまで振る人はいないかもしれないですけど、振ってみるとこんな感じなんですよね。まあ、この辺がまあ重心になるかなと思うんですけど、重心が結構下の方でですね、まあ、低重心な感じになります。まあ、割と製図用シャーペンとか低重心のやつ、まあ、非常に慣れてる方これおーってなるんじゃないかなと思います。まあ、でもですね、結構まあ、その低重心のシャーペン、まあ、特に最近のやつこんなになんかね、筆箱もスリムとかになったんで、あまり太いようなねペンとかちょっと最近ちょっと恋しいかなって思われた方、これかなりねいいんじゃないかなと思いますね。ここのところがボコンと膨らんでるやつなんですよね。はい、でさらにですね、このね先端のところはですね、非常にねこれブレが少ないんですよね。はい、というのはね、まあ、ところもちょっと紹介していきたいんで、じゃあまずはですね、紙の方を出してみましょうか。はい、まあ、ちょっとこれ出してみまして、はい、じゃあちょっと書いてみたいなと思います。まあ、通常の上からノックするタイプのシャーペンになってます。まあ、非常にガシ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 、まあ、ブレを気にせず書くことができて、まあいい感じなんですけど、はい、まあ、この秘密についてまあちょっと紹介します。はい、まあ、ここのところ先っぽをこういうふうに口金を外すと、もうすぐにですね、まあ、この内部ユニット取れるようになってるんですよね。はい、まあ、新タンクまで非常にこんな感じで金属になってるところ、はい、まあ、作りいい感じですよね。はい、でまあここのところちょっと外してみますね。はい、まあ、ここのところ、はい、金属の三つ股チャックになってます。まあ、気にする方はまあ気にするかなというポイントですね。はい、まあ、こんな感じになってます。でですね、まあ、このですね、まあ、すぐに取れる、まあ、この内部ユニットなんですけど、これがですね、はい、まあ、ここの上のところから入って、先端のここのところで、さらにここのところくるくるひねるような感じになって、はい、まあ、これで固定されるようなタイプになってるんですよね。なんで、ここの部分ね、はい、ブレないんですよね。はい、なんでまあガシ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 ここのところは気にせず書くことができますし、ここのところのブレが非常に気になるよという方もこれね安心して使うことができるんじゃないかなと思います。まあ、これがですね、まあここからですね、まあ、上から入ってここの先端のところですね、ここのところでがっしりとこういうふうにね、まあ、つくんで、はい、なんでまあここのところがまあなかなかブレないと。はい、まあ、こういう風な感じになってるんですよね。で、さらにですね、これ嬉しいのがですね、まあ、上のところなんですよね。まあ、ここのところ、はい、まあ、消しゴムのところを取ると、なんと上のところ、はい、クリーナーピンがついてます。いいですよね。まあ、自分クリーナーピンついてる方が好きなんですけど、今ちょっとね、いろんな理由からこのクリーナーピン採用されないペンとかも増えたりもしてます。まあ、先端のですね、まあ、トラブルがあった時も、まあ、これで安心できるかなって思ったりもします。はい、というのはまあこんな感じのやつです。で、まあ、ノックの、ね、音もなかなか気持ちいい感じになってますし、はい、まあ、ガシガシ書くこともできるので、個人的に非常にお気に入り の、はい、シャーペンになりました。でちょっとですね、まあ、この樹脂の方も見てみましょうか。はい、まあ、ここのところこんな感じでコブですね、はい、まあ、こんな感じになってるのと、あとはちょっとね木が面白い感じでこういう風に入ってるやつです。若干ですねこれ黄色みを帯びてるような感じで、まあ、自分黄色大好きなんでね、まあ、それもね相まってですね、かなり個人的にお気に入りの相棒になりました。ありがとうございます。はい、であとですね、じゃあですねこの万年筆の方を見ていきたいなと思います。はい、まあ、片方がですね、まあ、こんな感じしましまなんですけど、これ動かしてみるとですね面白いですよね。なんか動いてるように目の錯覚みたいになりますよね。はい、これ縮み僕めちゃくちゃ綺麗に出てるかなと思います。はい、樹脂なんだろう。はい、後でですね、まあ、ちょっと答え合わせの方したいなと思います。はい、でもう一個がですね、まあ、こんな感じになってます。まあ、先ほどちょっと注意言ったんですけど、はい、ここのところに、はい、まあ、雷のようなちょっと亀裂が入ってるんですが、まあ、これがちょっと割れちゃった部分ですね。でもご覧ください、非常に綺麗にこれねうまく繋いでますよね。
はい、であとはですね、まあ、この木なんですけどね、ここのところの年輪ですね、これが非常に細かく密な感じになってますよね。これがちょっとね、まあ、ヒントになるんで、この密の中で一番これが、はい、当てられる可能性があるかもしれないんですけど、はい、まあ、匂いも非常に素敵なやつになってます。まあ、これもちょっとヒントになるかな、はい、というやつです。でここのやつもですね、ここのところご覧いただくと非常にこれくびれが素敵な感じになってますよね。ここのところは膨らんだ感じになってて、これ持ってみると非常になんか面白い持ち心地ですし、これもですね持ち心地非常にいいんですよね。はい、まあ、個人的に大好きな持ち心地になってるかなと思います。でですね、まあ、こちらの方なんですけどね、中のところ、はい、インク、これペリカン、あ、これ違うわ、ごめんなさいね、これが長沢文具センターさんのね、はい、神戸インク物語の塩屋ヴィンテージセピアというやつを、まあ、今入れてる感じです。ですね、まあ、このね、まあ、ペン先なんですけど、これ某メーカーかなと思いきや、若干ちょっと、はい、違うような感じの、まあ、こんな感じのやつになってます。で、先端がですね、若干、まあ、力を入れると、まあ、開く。まあ、めちゃくちゃ開くっていうわけではないんですけど、はい、まあ、筆圧をちょっとコントロールすると、まあ、こんな感じで、まあ、若干のフレックスみたいな感じになるかなというところがいいかなと思います。まあ、ちょっと A の字を書いてみましょうか。はい、まあ、こんな感じで止め、跳ね、払いの表現が非常にいい感じで書くことができるんで、はい、個人的にかなり気に入ったやつですね。でここのところをこういうふうにまあひねってみると、まあ、ここのインクのところにアクセスすることができます。でこれ中ですね、はい、まあ、こんな感じですね、まあ、コンバーターも入れることができるので、まあ、好きなインクを吸わせてあげることができるようになってます。で結構ここの部分長かったりもするんでね、まあ、カートリッジも非常に長いやつとかも刺すことができるんで、まあ、皆さん好きなやつ、はい、まあ、これ刺すといいんじゃないかなと思います。ですね、まあ、これもう一個の方ですね、まあ、こちらの方がごめんなさいね、さっきちょっと間違ったんですけど、はい、こちらにはですね、ペリカンのロイヤルブルーのやつを入れてます。まあ、これは結構ド定番のまあ色なんですけど、はい、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、これも同じく、はい、まあ、こんな感じで強弱の表現とかもまあできるようなやつになってます。で、まあ、上のところですね、はい、まあ、同じくこんな感じで、はい、まあ、コンバーターがまあこういう風についてるんで、まあ、好きなインクをこうやってたっぷり、割とこれたっぷり吸わせてあげることができるところがまあいいところかなって思ったりもします。ですね、まあ、キャップなんですけどね、まあ、上にまあポストすることもまあ、自分のやつ、はい、これできるやつだったんですけど、個人的にこれ取った方がまあこれ好きかなっていうやつです。はい、まあ、このくびれが非常になんか面白い持ち心地を実現しているので、個人的にはなかなか、はい、面白くもありますし、いい感じの非常に心地よい持ちやすさのやつかなと思いました。はい、ということでね、じゃあペンを置いておきまして、じゃあこれがですね、まあ、ちょっとね届いた箱も出してみましょうか。はい、それがこれらになります。はい、まあ、今現在はまあどんな感じになってるかわかんないですけど、まあ、こんな感じの、はい、まあ、ロゴがドーンと入った箱に入ってまあ届きました。まあ、例えばまあ中に関してなんですけど、はい、まあ、こんな感じの、はい、まあ、スポンジとかが入ったりもしてるんで、まあ、非常にそうですね、まあ、このままプレゼントしても中がガタガタせずに、まあ、このまま入っと渡すことができるかなというような、まあ、こんな感じの素敵な箱に入ってました。はい、ということでね、まあ、今回のですね、まあ、ちょっとね情報の方を出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、ということでですね、じゃあ今から5秒間スクショタイムいきたいなと思います。はい、いきますよ、よーいスタート。はい、ということでね、まあ、今回注目の作家さん、もくもくのれんさんのペンになります。で価格帯なんですけどね、なんとですね、はい、5000円から1万5000円、まあ、ちょっとここのところの樹種によっていろいろとこの上限は変わってくるかもなんですけど、割とリーズナブルな価格になります。いや、これ驚きですし、すごいですよね。はい、まあ後の方にもね、まあ、まとめてるんですけど、まあこれこのね作者さんの思いというのもちょっと入ってるような感じになってます。はい、で、まあ仕様なんですけどね、まあシャーペンプロトタイプ、まあこれね正解なんですけどね、はい、樹種、はい、皆さん分かりましたかね、これヒバのコブになります。はい、で、まあ万年筆の方なんですけどね、はい、まあ樹種がこの細かいこのね年輪のやつですね、
はい、まあ、こちら側が屋久杉になってて、でもう一個のやつがこれクスノキの、これ木が入ったやつなんですけど、これ縮み木系のやつですね、はい、のやつになってます。皆さん当てることができたでしょうか。はい、というので、まあ、こんな感じのやつです。まあ、長さはですね、これ普通なんですけど、これ特徴のところですね、はい、まあ、特にこれシャーペンのところ、これ一番大きいところ、これ測ってみると 14.7 ミリでした。はい、で、まあ、他のところも結構これね、まあ、シャーペン好きな方、おっていう風なね、まあ、ポイントを押さえてるやつなんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、マネースの方もですね、まあ、ちょっとくびれはあるものの、ちょっとシャーペンよりかは、ちょっと、まあ、緩やか、でもちょっと膨らんでるかなというところは、まあちょっと面白いやつになってるかなという感じです。まあカートリッジとコンバーター、まあ付属なんで、まあ好きなインクですね。はい、まあ個人的にはまあコンバーターでまあスワスがいいんじゃないかなというやつになってます。はい、ということでですね、じゃあちょっとですね、まあ、このねシャーペンのこういうふうなくびれのことの話なんですけど、まあ例えばですね、まあ自分は昔大好きだったペンにこんなやつがあるんですよね。じゃーん、はい、まあ、こちらのやつ、まあ、これペンデルさんのエルゴノミクスというやつです。まあ、これも非常に大きな、まあ、局所的な膨らみとあとはくびれを有しているやつなんですけど、これ非常にね個人的に大好きでね、もうヘビーローテーションしたりとかしてたんですよね。はい、まあ、ちょっとねこれとはまあ形は違う感じなんですけど、ちょっとこれを彷彿とするようなやつとか、あとは最近結構スリムなね筆箱とか多かったりもするんで、ちょっとこういう太いペンとか、まあ、これが本当持ちやすくて好きだったりなっていう方はですね、はい、かなり今回のやつちょっとおって、ね、なるやつなんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょうどね、まあ、この頃なんですけどね、まあ、同じくですね、まあ、パイロットさんもね、まあ、こんな感じのペン出してたんですよね。はい、まあ、今でもね、まあ、続くやつなんですけど、ドクターグリップですね。まあ、例えばこれ、まあ、デスクペンみたいなやつなんですけどね、まあ、昔のパッケージはですね、まあ、実はねこんな感じだったんですよね。はい、まあ、これ昔のね、まあ、パッケージなんですけどね、今はもう特にこのことあまり疑われなくなぜかなっちゃったんですけどね、これ握りの価格、13.8 ミリとかね、まあ、これが非常にドーンドーンとこういう風にね、アピールされてたんですよね。はい、この太さには訳がある。まあ、これはどういうことかというと、人間が非常に持った時に負荷がかからない。はい、まあ、当時結構ね、エルゴノミクス、人間工学っていうね、コンセプトが、ものすごく流行って、まあ、そういう風なペンがいろいろ出たんですけど、まあ、これもその流れだったんじゃないかなと思います。はい、まあ、この 13.8 ミリはこれ、パイロットさんの場合なんですけど、まあ、それよりもこのエルゴノミクスのやつに関してはもっと太いような感じなんですよね。まあ、ここまでの太さはないかもだけど、ちょっとそれを彷彿するような感じで、握り心地というのを非常に重要視ね、まあ、されてるまあ作家さんなんで、まあ、個人的にそういうふうな握り心地、ちょっとこういうの恋しかったかなとか、まあ、ちょっとその辺こだわりたいよとかいう方にとってはまあ非常に今回のペン刺さるいいやつなんじゃないかなって思ったりもします。はい、ということで、ちょっとごめんなさいね、文字の方に戻りまして、まあ、特徴ですね、シャーペン、まあ、プロトタイプのやつなんですけど、まあ、グリップ部が大きく膨らんでいるのが特徴的で、非常に持ちやすく書きやすくなってます。で、まあ、生地のブレ、まあ、これ先ほど見ていただいたね、先端で固定するやつなんで、まあ、感じず、で上のカタカタ音に関してもですね、まあ、非常に少ないかなと思うんで、まあ、個人的におすすめですね。で、万年筆なんですけど、まあ、これもプロトタイプなんですけど、まあ、ストレートではなく局所的にまあ膨らみやくびれとかあるのがまあ特徴で、まあ、面白い持ち心地と書き味を実現されてます。まあ、個人的にキャップのポストはしない方がまあいいんじゃないかなという感じですね。で、力を加えるとまあ少し開くペン先なんでね、まあ、若干の強弱要件とかもまあ楽しむことができるかなと思います。めちゃくちゃ高いペンとかだとね、なんかいろいろと抵抗あったりとか、あとはちょっといろいろね言われる方もいらっしゃるかもなんですけど、まあ、この価格帯のやつなんでね、もうどんどんね個人的には試してみてもいいんじゃないかなと思ったりもします。はい、あとはですね、まあ、どちら、まあ、全般にも言えることなんですけど、もくもくのレンさんのね、まあ、このレンっていう、まあ、この字ですね、はい、まあ、これはですね、まあ、質の良い商品を作りたいという、まあ、気持ちからまとった感じのようです。はい、まあ、例えばですね、まあ、金属をですね、まあ、火に溶かしてですね、まあ、鍛える、練るとかですね、はい、まあ、そういうようなところとかにも、まあ、これかかってるところですし、まあ、黙々とねもう頑張れてね、まあ、日々いらっしゃるんでね、まあ、その辺もこの字、はい、かなりコンセプトに合ってるんじゃないかなと思います。で、代表の方はですね、学生さんの方です。で、日々ですね、まあ、リーズナブルだけどいいものを提供したいという思いがある方なんで、もうすごいですね、まあ、個人的にも見てて応援したいだし、まあ、これ提供いただいたからも非常に頑張られてるんでね、まあ、本当にいい方だなと思ったりもします。はい、で、あとですね、まあ、最近はですね、まあ、レジンとかスタビとかキメラとか、あとは寿司とかにもちょっとね挑戦したりもされてるんですよね。じゃあちょっとその挑戦の様子皆さんに紹介したいなと思います。まあ、例えばこちらですね。はい、こちら、これがキミラーというやつになります。まあ、自分提供いただいたやつはこれ金属の時だったんですけど、ここが木とかになって、なんかこんな感じでですね、はい、寄せ木細工みたいな感じになってて、これ非常に面白くて素敵ですよね。まあ、でもですね、このボディのところのこの膨らみとかこのくびれ具合ですね、まあ、この辺はずっと継承してるような感じで、もうすごいいい感じでアップデートしてるんじゃないかなと思います。
あとはこちらですね、まあ、木じゃないけども、まあ、レジンの素材とかですね、はい、いい感じですね。ちょっとこれ、これも同じいい感じの、はい、遺伝子を引き継いでるかなって思ったりもします。でこちらがですね、これ寿司っていうやつなんですよね。まあ、ここのところもこの模様のところにこれ使われてるんですけど、これもね昔からね、まあよくあるまあ表現だったりもするんですけど、剣にねこれを落とし込んでる方なかなかいらっしゃるんじゃないいらっしゃらないんじゃないかなと思います。はい、まあ、実はこれね昆虫のタマムシの羽なんですよね。はい、まあ、これは使用したやつになってます。まあ、これ SNS の方なんですけど、結構これいいねとかもね、まあ、ついてたり、まあ、今話題になったりもしてるんですよね。はい、まあ、これをこんな感じでまあ使われてるよという感じになってます。はい、まあ、これらがですね、まあ、今からね、まあ、開催されてるイベント、はい、まあ、それで一堂にこんな感じでドーンと並ぶんでね、まあ、ぜひ皆さんこれね手に取っていただきたいなと思います。個人的にかなりね持ち心地良いんで、お尻な感じになりますね。で上のところはこれ万年筆になります。まあ、この自分が提供いただいたやつに比べて、ここのところはまあ木になってたりとか、あとはですね、まあ、ちょっと膨らみ具合とかも、まあ、若干ちょっとね細いタイプのやつとかも用意とかされてるようなんですけど、まあ、工業製品だとまあ同じ型に流し込むんで、どれも同じやつなんですけどね。まあ、これハンドメイドなんでね、まあ、若干ちょっとね、まあ、その違いっていうのがあったりもします。まあ、それがですね、あなたの、感性とか、まあ、持ち方、まあ、皆さん手とかもね、大きさ違ったりとか持ち方も全然違うと思うんですけど、まあ、そこにビリッとね、ビシッとね、当てはまる可能性もあったりとかもするんで、ぜひですね、まあ、もしイベント行かれる方も行ってみて、はい、手に取ってみてですね、まあ、運命の出会いあるかもしれないですね。まあ、こんな感じでいろいろと作られてる感じになります。はい、まあ、今回紹介しなかったボールペンですね、とかも、まあ、こんな感じでいろいろと作られてる感じになってます。はい、いいですよね。はい、まあ、こんな感じでですね、いろいろあるんですけど、まあ、そのイベントですね、はい、まあ、それを紹介したいなと思います。また文字の方にね戻りまして、この下のところですね、はい、まあ、2023年の9月現在は、まあ、主にまあベースの方で販売されてます。まあ、X、まあ、旧ツイッターの方でたまにキャンペーンとかもまあされてるようなんですけど、今度直近であるイベントがで一番この下のところですね、東京ハンドメイドマルシェ2023年秋です。はい、まあ、これがですね、まあ、2023年の9月23日と24日にある感じです。まあ、土日ですね。ですね、まあ、このね2日間あるうちのこの24日の方です。はい、まあ、東京ドームシティプリズムホールの方であるんですけど、まあ、この24日のブースナンバー H01番、はい、まあ、ここのところですね、出されるようです。はい、皆さんもしですね、まあ、近くの方とかね行ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、一応ですね、まあ、販売サイトの方とか、あとは普段よくされている SNS の方とか、こういうふうにまとめてみました。まあ、結構X の方でですね、まあ、スペースの方とかでも入っておられたりもするんで、何か購入にあたってちょっと気になることがあったりとか、ちょっとイベントに対してちょっと気になることがあったら、まあ、ちょっと尋ねてみるのも個人的にいいんじゃないかなって思ったりもします。はい、というような、ね、感じですね。まあ、今回もくもくのれんさんの、まあ、ペンとか、あとはですね、まあ、こういうふうなコンセプトとかのいろいろ紹介でした。はい、いかがですかね。なかなかね個人的にちょっとですね、まあ、注目の作家さんになってますね。まあ、今もねずっとねこの動画を撮ってる最中もいろいろと削ってて、日々進化して出てる感じなんですけど、個人的にこの途中段階のこのプロトタイプでも、もう十分ちょっとその熱量みたいなのがね、はい、まあ、伝わってきた感じなんで、ぜひですね皆さんも応援してみてください。はい、ということでね、まあ、これね、まあ、サムネのところまた戻るんですけども、 SNS でも今注目の作家さんですし、まあ、個人的にまあ偶然知り合った話題の、まあ、注目作家さんでもあるよというような感じです。まあ、魂を感じる素晴らしい作品ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、今回の動画はまあ、これで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったよという方は、ぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。